コン座談会です、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は、クオンの、開発秘話という形でですね、皆さんちょっと知られざる実態といいますか、こういったところをですね話しできればなと思っております。はい、出席者紹介します。プロデューサーの谷口です。はい、よろしくお願いします。アートディレクターの岩井です。よろしくお願いします。宣伝広報の小倉です。この3人でお届けしたいと思います。はい、少しの間お付き合いください。よろしくお願いします。それでは早速なんですけども、開発の今状況ってどんな感じですかね。まさに先週マスターディスクっていうのをですね SCA さんに提出したところで、一息ついてるような感じかな。なるほど。じゃあ今はやっと落ち着いてピークも終わったっていう感じですかね。そうですね。まあこのマスターディスクっていうのは結構一個で山場でもあるんで、そういう意味ではみんな LINE メンバーも、まあ、そういう緊張の糸がほぐれているという、まあ、深刻してる。そう、ちなみにそのマスターディスクって多分見てる方とか分からないと思う。ちょっと簡単にちょっと説明してもらって。マスターディスクは、製品版のデータと同様のものっていうような考え方で、まあ、最後までちゃんと遊べるとか、まあ、当たり前のことですよね。その辺がちゃんとできてるかどうかっていうのを調べるのがマスターディスクになります。じゃあ最後のチェックみたいなところと考えていい感じですかね。そうです。なるほど。はい、そのチェック待ちっていう状況ですよね。そうなのはね。だからまあ心情的には穏やかではないみたいな、そんな状況か。ちょっとドキドキな感じですよね。なるほど。ところでじゃあ今作の、まあ、このクオンのですね見どころといいますか、作り手側から、ぜひちょっとこういうところを感じてほしいなっていうところってありますかね。コンセプトが、恐怖っていうところなんで、いろんなその怖い、びっくりだったりとか、なんか精神的に嫌だなとかっていう状況がいっぱい入ってるはずなんですよ。なんでその辺を感じてくれるといいなと思ってまで、まあ、プレイしてもらって、わーとかキャーって言われたら、うん、もうガッツポーズ、ガッツポーズでね、そんな感じなんで、うん、まあ、ぜひとも、ね、その辺の恐怖に対する仕込みというか仕掛けっていう部分を体感してくれると嬉しいなと思います。今回は、まあ、そういった部分で、まあ、恐怖っていうところにかなり、ポイントを絞ってやってきたんですけど もうまずその第1弾という部分で話が出たのがこのパッケージになってます。この、はい、この絵ですね。この絵ですね。千内さん、千内京介さんっていうですね、はい、方なんですけども、まあ夜中だよねあれね。そうですね、もう夜な夜なでしたね。平添田さんのその本をみんなで見て、一番そのパワーがあるっていうのかな、見た目の印象で、まあ、怖いと思えるような人を一生懸命みんなで探して、アタックしたと思います。ね、今回、そのメインビジュアルということで千内京介さんっていう画家さんにお願いしたんですけども、こういったメインビジュアルを見てですね、井上さん、アートディレクターとしてはどういった感想とか第一印象ありました？最初見て怖いなって思ったのと、うん、綺麗だなっていう話。実際にあのすごいそういった意味ではあのコンセプトで言ってたその階段的なその怖さであったりとか、その短美さ、うん、そのまあ綺麗さっていうところはすごく今回のビジュアルでできたんじゃないかなと思うんですけど。そうね、あの恐怖って言っても、まあ、ハリウッド映画のようなそのスプラッタ的な怖さ、うん、でも今回クオンでやりたかったのはその辺じゃなくて、そうだな、艶っぽいとか色っぽいとかそういう恐怖がやりたくて、そういうところでもやっぱこのイラストすごいマッチしてるんじゃないかなって感じてますけど。そうですね、なんかこのビジュアルが決まっただけでなんかみんなのなんか意識というか、この階段とか恐怖に対するなんかイメージっていうのが一本化されたっていうような感じがしましたかね。うん、そう、まあ、開発するときにね、その怖いネタ入れましょうっていうときの判断するときの基準にもなったかな。あといろいろやった中では結構ウェブの方でも、うちの方では珍しくフラッシュを使ったミニゲームでかなり凝ったところまで行ったんですけど、岩井さんが実は結構仕切ってやってもらったりとか。させていただきましたよ。あれはすごいですね。フラッシュゲームって僕は初めてだからね。そうですよね。今まで PS とかねいろいろゲームやらせてもらったけど、ウェブ上でのゲームって初めてだったんで、2人だけで開発したの、プログラマーさんと。ですよね。あのプログラマーで若い男の子っているんですけども、その子がすごく頑張ってる。でも俺もテキスト書いてる。
なんだかんだ人いっぱいかかってるんだけど、でもやっぱり 4、5 人程度で、ね、実はスタッフロールを入れようって話をしてる。あ、5人ぐらいですね勝手に入れてね、誰も気づかないんだけどね、多分あんまり気づかないかもしれないですけど、ぜひあのこれを見た方は一度ちょっと見てもらえればあとまあそのプロモーション用の素材っていう意味で、うん、この DVD にも入ってる実写の DV っていうところも、うん、やっぱりあの何だろうな、実写ならではの雰囲気っていうのがあって、それはもうよくできたなって、うん、よかったなって思ってます。作り物じゃないもんね、やっぱり、うん、結構リアルな感じでしたよね、うん、本物だなって感じですよね。結構あれ実はですね、東京の某、お寺を借りましてですね実際に撮影をしたんですけども、寒かったね、寒かったね、あれそれあれ もう足の感覚とかマジしたもんね、最後なんかもう歩けなかったですよね、相当寒かったんですけど、まあ、あのでも大メンバーには内緒だけど僕だけお祓いしてきてるんで、そうですよねそんな、コーナーですけども、最後に、谷口さんの方からちょっと一回、はい、締めの言葉ということで、はい、やりたいなと思います。まあ、そんな大層なことでもないですけど、うん、その句音で表現したところでいう恐怖、その辺がそのイベントであったり物語であったりとかいろんなところにこう散りばめてあるんですよ。なんで、まあその辺をですね、ぜひプレイして、本当の恐怖は覗いてはいけない、そのノリでですね、ぜひ楽しんでほしいなと思います。あのじゃあこの、ロムが出た後にですね、製品版が出るんですけども、はい、ぜひそこであのコントローラーを投げつけるような恐怖の驚き方をしてくれたらなと思っております、はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ナイス。